お、なんだ、効かない。お、なんで後ろから、あれ俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。嬉しい。よっしゃー。 Hi guys, it's Miyamon. Today I'd like to use the phrases we've learned so far. はい、じゃあ行きます。OK。 楽勝。お、なんだ。おお、マテリア。異常なし。行きます。お待ちしろ。先にこの、犬強いな。犬は強いです。で、ここでフォーカスプラスト。 OK。よし。どうってことだ。ポーション。お。どんどん行くよ。うわ、犬だ。犬やだな。レベルアップ、やった。たくさんいます。オッケー。あ、なんかヘリが降りてきたよ。うわ、ショックトゥーパーだ。ショック。やばいやばいやばい。もう一回。うわ、避けられた。やばい。やばい。オッケー。ふう、
強いなあ。あ、リミットが使える。まだいいや。じゃあどこ行こう。こっちかな。上から行くのが無かったか。はーい、一旦こっちも見たい。いいね。あ、よし、あそこだ。おう、やめて。ちょっとムカつく、やめて。急げ。ターゲットは住宅街方面へ逃走した模様。おお、周辺道路を封鎖せよ。いたぞ、あそこだ。迷っている時間はない。あ、宝箱。アイロンバングル欲しいな。ちょっとつけよう。ブロンズバングルより強そうだよね。お、やったー。こっちだ。ん？いるよ。お、なんだ、効かない。お、なんで後ろから、あれ。お、いける。オッケー、よし。ちょっと今の強かったね。攻撃が効かなかった。ん、開いた。よし、お、当然の決断。ターゲットは住宅街を進行中。ん？道路封鎖と漏洩を急ぐ。しつこいね。ターゲットと遭遇。いた。よし、ターゲット確認。わ、あなたたち何人いるのよ。オッケー。うわ、盾だ。二人いる。うわ、効かない。よし、いいぞ。アイアンバングルのおかげかな。ちょっと立って邪魔。うわ、よし。あ、何なのよあなた。上がれる？上がれる？何にもない。何にもないよ。ショック。悲しい。あ、犬。やばい。あ、やめて。貫く。ちょっと、やばいやばい。どうしよう。はあ。
強いな、ほんとに。やめて、今がチャンス。あー、この盾の人が邪魔なんだよ。うわうわもう、おいおい、あ、強い、あー強いあー楽しいね。でも楽しい。ちょっとムカつくけどよし、あとちょっと。オッケー、あれ、オッケー、強いね、あなたたち本当に。オッケー、倒した。大変です、とっても大変。みんなは強いです。ふぅ、お、やった、ラッキー、ハイポーション。マーコーシャード。お、なんだ、おいおいおい、来るね、たくさんいすぎ。うわ、どうしよう、ここで。お、レベル上がった。ん？なんか赤い盾。あ、おお。何？全然効かない。やだ。よし、あと一人だ。この強そうなハンツマン。いや、やめてマジ？めちゃめちゃ強いじゃん。今のいいプレイだったんじゃない自分で言うっていう。よし、よし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 、今だ今だ今だ。
これでさらにフォーカスラスト。よし、めっちゃ入った。あとちょっとなのに。来るな、来ないで。よっしゃ、強かった。え、マジ？ちょっ、ん？なんだ？びっくり。お、走れ、ジャンプ、かっこいい。いいね。お、列車の中だ。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな、あいつはきっと無事さ。あの無事だよ。見ただろ、ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない、ジェシー。ね、ちょっと。おお、びっくりした。心配したじゃねえか。気まずい。治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろう。ちょっと今気まずかったね。かわいいな、バレット。一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。ん、ディメンター。ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。はい。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番台ステーション発。到着までに先頭車両に。7番台駅。この列車は1番マコーロが管により避難用特別ダイヤで運行しております。みんな待って。おお。お。危ないよ。おおお、たくさんいるね。東京みたい。あれ？ちょっとちょっとすみません。みんなピリピリっす。当然だろ。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。何したの？ちょっと聞いていいか？お、何ビックス。あんた、ああいう状況には慣れてるのか？まあね。駅前とか、八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのか。クラウドはソルジャーです。もっともっとソルジャーです。あ、ジェシー。クラウド、SOS。 なに？やっぱり8番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか？最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、うん、ダメ。
他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。ほう。そうしないと進歩しないのよ。クラウド、聞いてくれてありがとう。いいよ。ジェシーはいい子です。お、バレット。マコールを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。来た来た。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。アバランチのリーダーです。善良の市民。はあ、どこが善良。怖いね。爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。洗脳してる。暴力の手に屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。おこれぞ死んだ魂。面白い。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえ。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。暑いね、みんな。いいよ。こんばんは。くだらねえ。何が死んだ魂だ。俺は間違っちゃいねえ。え、ちょっと、この人大丈夫？何してるんですか？寝てる。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。監視社会だね。怖いね。偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで、ピザの人間がどんなに苦しんでることか。チンラがどんどん膜を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かない。嫌なら町を出ればいい。ああ俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるなら、もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。うん、イケメンだね、バレット。みんなこの列車と同じ。仕方ないようには逆らえないんだ。クラウドは諦めています。お、着いた。スワムだって。スラム
みんなおかえり。ただいま。嬉しい。よっしゃー。全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい始めの一歩だ。うん。お前ら。おかえり。ピーキャラ喋るんじゃねえ。捕まえるぞ。そうだね。次の作戦まで自由行動。はい。最高にうまいもんでも食っとけ。いいね。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティファに顔を見せて安心させてやれ。ティファ、ティファに会える。よし、はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。今日も見てくれた皆さんありがとうございました。Patreon や、Instagram もやってるので、よかったらチェックしてみてください。じゃあ、また会いましょう。バイバイ。さようなら。So, 皆さん、That's my video for today. If you enjoyed it, please give me a thumbs up or いいね down below. Be sure to subscribe to my channel for more Japanese fun. If you have any questions, feel free to ask me on the comment section.じゃあ、またね。 See you next time.